ここが好きだよ日本人へようこそ。流行りというものは次から次へとやってきます。特に年齢を重ねている方が取り入れてみる頃にはすでに遅れた文化になっているなんてこともあります。しかしその流行りも何度も入れ替わるうちに一周し、一昔前のものが時代を超えて流行るなんてこともあります。昭和歌謡もその一つです。時代が進むにつれて物や人というのは変わっていきますが、恋愛観や人生観というのはそう大きくは変わりません。昭和歌謡の歌詞というのはそういったことをたくさん教えてくれるのです。今回はそんな昭和歌謡の歌詞の世界に引き込まれた方のお話です。いや、こんにちは。私はマクレーン、イギリス出身の47歳だよ。出身はイギリスだけど、今は日本で楽しく暮らしているんだ。仕事は高校で英語の講師をしているんだけど、授業中も英語で会話しているから、日本語は全く上達していないけどね。日本語をうまく話せないから、生徒ともコミュニケーションを取りづらいと思うことも多々あってね。生徒には申し訳ないと思うけど、日本語は難しいんだよ。そこで、せめて授業だけは楽しく受けてもらいたいと思って、授業中に積極的に日本のものを取り入れるようにしているんだ。例えば、日本で人気の歌の歌詞を英語に訳す作業なんかは生徒に人気があるね。また、それと反対に洋楽をみんなで歌うというのは盛り上がるよ。結局、みんな歌が好きなんだなと思う。だって、何を隠そう。私自身が音楽大好きだからね。実は、私は高校時代にベタだけど友人と一緒にバンドを組んでいて、ベース担当だったよ。自分の学生時代はビートルズが全盛期だったから、至る所にビートルズのコピーバンドがいたな。そのうちの一つが私のところだけどね。だからビートルズをきっかけとしてロックが好きになっていったんだ。聴くのも演奏するのも好きだね。音楽漬けだった高校時代は楽しかったね。現実逃避したい時はとにかくギターを弾くことに没頭することが私の救いとなっていたんだ。そんな音楽が大好きな僕だけど、昔は邦楽、いわゆる J-POP はあまり好きではなかったんだ。日本に来て英語教師を始めたての頃は、早く生徒と仲良くなるために何か共通の話題を作ろうと思って歌を授業で使い始めたんだ。今何の音楽が流行っているのかを生徒や先生に聞いたりしてね。必死に情報を集めていたけど、若者の流行りというのは早くてね、ついていけないんだよ。いくら生徒のためといっても、授業の準備よりも J-POP の勉強に時間を割くようになってしまってね。とにかく、流行りが目まぐるしいんだよ。いろいろ調べていくうちに、J-POP って、今はこれを聞くべきだ、というような同調圧力が強いと感じ始めたんだ。好きなものを自由に聞けばいいのにと思っているうちに、そういった同調圧力に嫌気がさしたんだよ。周囲から遅れを取らないために音楽を聴くという習慣になってしまいそうで、純粋に音楽を楽しめないというか、だから J-POP や邦楽は聴かなくなったんだよね。楽しみにしてくれていた生徒もいたから、申し訳ないことをしたなと思ったんだ。そこから全く J-POP や邦楽は聴かなくなっていったんだ。でも日本で生活していると、いろんなところから聞こえてくるんだ。その度に生徒の顔が浮かんできて、その場から逃げるように立ち去るということが、あの頃は日常になってきていたね。この時期は J-POP を聞くと楽しさよりも生徒への申し訳なさが勝って、好きなんてもんじゃなかったよ。そんな僕でも街中から流れてくる音楽を聞いて、必ずと言っていいほど足を止めてしまう曲があったんだ。当然気になって何の曲なのか調べてみたら、
昭和歌謡というものだったんだよね。とにかく哀愁があるんだよね。その哀愁のせいか、寄り添いたくなるような曲調でね。日本語がわからない僕でも、その親しみだったり温かさだったりのある曲調というのにきっと惹かれていたんだろうね。言い方が難しいんだけど、万人受けするというか、変に尖っている感じがしなくて、異国の地で働く僕にとっては優しく感じたんだろうな。当時の僕は日本の音楽の細やかな分類なんてものは知らなくて、広く邦楽ということくらいしかわからなかったから、昭和歌謡？どういうものなの？と当然疑問を持つよね。その疑問からだね、僕が昭和歌謡の沼に入っていったのは、家に帰って昭和歌謡についていろいろ調べて聞いてを繰り返していたら、ついにはレコード店でレコードを買っていたんだよ。衝動買いというのは怖いもので、一度手を出したらその先は沼だよ。気づいたら家の押し入れはコレクションでいっぱいになったよ。まずは見た目がいいよね。いかにも昭和って感じのそのレトロ感が魅力的だよ。今では廃盤になったものも多いから、お目当てのものが見つかるかもわからないしね。だからレコード店に行った時には宝探しをしているみたいで楽しいんだよ。僕の行きつけのお店は昭和歌謡館というところだよ。そのお店には昭和歌謡のレコードしか取り扱っていないから、雰囲気は抜群。まさに昭和にタイムスリップって感じがするんだ。そのレコードが持つレア感とレトロ感がどんどん私たちを引きつけていくんだね。実はレトロ感というのは見た目だけではないんだ。もちろんだけど、レコードは CD と比べて音質は格段に落ちるけど、その不完全さがいいんだよね。綺麗な音ばかりではないけど、その不安定な音が昭和歌謡の奥深さを演出してくれるいいスパイスになっていると思うんだ。今は高性能のものが簡単に手に入るから、良質というものに慣れている人もきっと多いはず。そんな人にはぜひ一度レコードで昭和歌謡を聴いてほしいよ。味わったことのない感覚になると思うんだよね。きっとその感覚が君を昭和歌謡の世界に引き込んでくれるさ。僕なんか昭和歌謡の世界に引き込まれすぎて、聴いている最中は周りの人の声が聞こえなくなるくらいだよ。曲ごとに世界観というのがしっかりあるから、より深く入り込めるんだよね。その世界観を生み出す上で欠かせないのが歌詞だよ。昭和歌謡曲のほとんどが初めに作詞をして、そこに曲をつけていくという過程で作られている。これが今の日本の大衆音楽の原点となっていると言っても過言じゃないね。歌詞先行で書かれているから、歌詞だけを見ていても一つの物語を読んでいるかのように錯覚するくらいだね。それくらい歌詞だけでもその曲の世界観が作られているということだと思うんだ。音がなくても詞だけで人々に感動を与えられる昭和歌謡だから、今でも歌い継がれている名曲が生まれるわけだね。そんな昭和歌謡の名曲を世に送り出し支えてきた作詞家といえば、阿久悠さんであったり中西麗さんであったりとたくさんいるんだ。中でも世にたくさんの名曲を送り出していたのが松本隆さんだよ。松本さんはこれまでに日本代表するアイドルの松田聖子さんだったり、マッチの愛称で親しまれていた近藤真彦さんだったりと、たくさんの歌手の方に詞を提供しているんだ。他にも幅広い年代の方が知っている曲を挙げるとすれば、ジブリの風の谷のナウシカとか、近畿キッズのガラスの少年も松本さんが提供したものだよ。幅広い年代に刺さる詞って、自分の気持ちや主観だけでは書けないものだと思うから、きっと松本さんのいろんな経験が作詞という形に現れているんだろうね。
松本隆さんは特に僕が好きな作詞家さんでね、彼の書いた詩というのは彼にしか書けないんじゃないかっていうくらい素敵な歌詞なんだよね。そんな松本さんの魅力、昭和歌謡の魅力を同時に感じることができるのが松田聖子さんの赤いスイートピーなんだよ。知っている人も多いんじゃないかな。この曲は松本さんの凄さが詰まっていると思うんだ。その一つの特徴として、聴く側の想像をかきたてる表現というのがあると思うんだ。例えば曲中に春色という言葉が出てくるんだけど、この春色というのは実際にはない言葉なんだよ。こんな風に〇〇色というのをよく使うんだ。他にも小麦色のマーメイドという表現では、聞くだけで常夏を想像することができる表現だよね。もう一つの特徴といえば、好きとか愛しているっていうのをストレートに表現しないっていうところかな。2番の歌詞に、なぜあなたが時計をちらっと見るたびに泣きそうな気分になるのというのがあるんだ。この詩からは遠回しに好きという気持ちが伝わってくるよね。その彼女の好きという気持ちと反対に、彼が時計を見るということは、私との時間が退屈なのかな、早く帰りたいのかなと心配している彼女の姿を想像してしまうよね。このようにストレートに表現しないことで、聞く側に想像する余白ができる。それに簡単に表現しないからこそ、好きとか愛しているとかが軽い気持ちではなく、真剣さというのが感じられると思うんだ。やはり松本さんが書く詩はすごいよね。まだまだ語りたいくらいだよ。実は松本さんの書く詩と同じくらい好きな曲があるんだけど、その曲というのが千秋直美さんの喝采という曲だ。この曲は悲しいお別れになっているんだけど、詩だけ読んでも物語として成立するくらい濃い内容となっているんだよね。そしてその物語の主人公は女性の歌手。まず曲の一番に、届いた知らせは黒い縁取りがありましたというのが出てくる。この黒い縁取りというのは、不幸な知らせというのを意味しているんだ。その知らせというのは、主人公が3年前に付き合っていた彼が亡くなったというものなんだ。彼女はステージで歌を歌い終えた後に、舞台裏でその知らせを聞いた。そして急いで電車に飛び乗ったという、なんとも悲しい現実がこの一行に詰まっているね。2番の歌詞ではその続きが描かれているんだ。電車で待っている待合室で聞こえてきたのは、ラジオから流れてくる自分の曲。しかもその曲は悲しいことに恋を歌った曲だったんだよ。その曲に聞き入ることはなく、耳をかすめていくだけで、なんともやりきれない姿が浮かぶと思うんだ。都会のステージに戻ってくるんだけど、そこの状況を表している歌詞が、いつものように幕が開く、降り注ぐライトのその中、それでも私は今日も恋の歌を歌っている、なんて辛い歌詞なんだろう。皮肉にも喝采の中で亡くなった彼とも重なる恋の歌を歌っていくという、寂しさと前を向いている気持ちと、いろんな感情が読み取れるよね。こんな風におしゃれにタイトルを回収していく曲も歌謡曲には多いから、まだまだ語り足りないくらいなんだ。だからぜひ自分でも調べて、歌謡曲の世界に入り込んでみてほしいよ。実は昭和歌謡だけでなく、日本のシティポップは外国人に人気のある音楽となっています。日本で今流行っているというものよりも、一昔前のものが逆にかっこいい、そのレトロ感に惹かれるという人が多いようです。その影響か、現在日本の若者の間でも昭和歌謡が人気になってきているようです。そして
音楽だけでなく90年代のファッションも同様に若者の多くが取り入れているようです。つまり時代ごと流行っていると言っても良いのではないでしょうか。昔のものだからという外見的なことだけで判断するのではなく、中身を見ることも大切になってきます。特にグローバル化が進んでいる今日、いろいろな方と交流する機会もあると思います。そういった時に壁を作るだけでなく、何か一つ気になることを聞いてみる、あるいは自分たちの文化をおすすめしてみるというような軽い交流をしてみることが、交流を深めるきっかけになると思います。そのきっかけ作りにぜひ昭和歌謡を使ってみてください。きっとその世界観に引き込まれる人は多いと思いますよ。時代を超えて愛される昭和歌謡が国境も超えて愛されることを願っています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。